暑暑すぎる。こんにちは、みさきチャンネル、みさきです。暑い、汗かいた。聞いてくれますか。私は今すっごい落ち込んでるんと、なんかもう無性に腹立つんと、自分に対しての苛立ちってすごいんですけど、聞いてる聞いてる炭治郎、もうな、もう聞いてよ。はあ、この間の日曜日、小倉2歳ステークス G3、 ちょっとね、有名なレースというか大きいレースがあったんですよ。ほんでそれね、かけようと思って、家賃代を稼ごうと思って結構マジな予想をしたんですよ。でその予想とかもツイッターの方に上げててね、でギリッギリまで悩みに悩んだんですよ。でまあ単純に言うたら買い方ミスったよね。いやもうほんまにもう買い方だけなんよ。買い方びっくりする。まあ後から思ったら、なんで私こんな買い方したん。普段の私なら普通にシンプルに5頭選んでボックスで3連複で買うんですよ、いつもね。それを3連複で買うんですけど、そこを3連単にするかみたいなんで悩んだりはするんですけど、全然違う買い方してんねん。とりあえず私が予想した予想はこれ。ツイッターに上げてる日時とかを見てもらったら分かる通り、ほんまレースの直前まで悩んで予想を上げたんですね。二重丸してる、名刺をこぎく、まあ来るよねっていう。テレビとかでも結構バンバン名前とか上がってたりとかしとって、で、丸つけてるロンドンプラン、三角の西のときめき、これ名前も面白いよね。でまあまあまあ穴馬というか、ほぼね 1,2,3 番人気入ってない時点で私的には勝負に出たんですよ。でまだ2歳のステークスって分かんないじゃないですか、みんながみんな。でまあまあ誰から生まれたとか、誰が乗ってるとか、まあ、どこの馬小屋出身かとかで見ると思うんですけど、言うてもその子の力量ってまだ測られへんから。で前走名称こぎくとバレリーナやったかな、むっちゃいい走りを見せてたんですよ。で私はそこを買って、人気は全然あれなんですけど入れたんですね。ほんでまあまあ印もないけどバレリーナ、シルフィードレーブ、この2と、私的には希望というか、どっちかが来たらいいかなって感じだったんですよ。もうでや、シルフィードレーブに関しては11番人気とかやし、この20丸丸三角が1番2番に来て、バレリーナシルフィードぐらいがポンって3番でもさせてくれたらいいなって感じだったんですね。ほな配当がガンって上がるよねっていう私の予想。すごい複雑な予想をしてたんやろな。なあ、めっちゃ考えて考えて考えすぎた。もうほんまちょっと悪くなったらごめんなさい。もうマジクソ、ほんま。これね、私このレース1万かけてたんですよ。もし普通に3連複で、まあ私の買い方ボックス、この5頭を普通にシンプルに3連複でボックスでかけてたのなら、72万よ。わかる？72万、何が買える72万。家賃も払えるし、てかもう何ヶ月分の家賃も払える。もう72万がさ、当たってたかもせえへんって思ったらさ、もう悔しくて悔しくて、しかもこの5頭の中で5頭ちゃんと当ててんねん。1着2着3着おんねん。ここまで予想できたことすごくない？いつもの私の買い方としては、1番2番 3投目ぐらいまでは、人気なやつ、3、4投目ぐらいまでは、でも1個これが来たらいいねっていう穴馬みたいなのは入れるんですよ。でももうほぼ穴馬、もうめっちゃ荒れると予想して、で予想も当たり、なんで買い方やねん。でも考えに考え抜いた私が買った買い目がこちらです。
ぱい撃沈。なんなんこれ、マジしんどいわ。もうむっちゃ腹立つんですけど、当日ここまで悩みに悩んだレースやから、まあ、見ますよね、リアルタイムで。ほんで、まあ、走り出しました。バッと走り出したんですけど、まずロンドンプラン、もうこれ最後尾、え、嘘やろみたいな、え、最後尾やんってなってて、まあ頭の中でもうロンドンプランは消えます。で、私の仮面見てもらった通り、ロンドンプラン絡んでるの1個だけやから、これはなくなったなって感じで、で、名称こぎく恋しかもうないからね。で、バーって見てて、でね、このね、2歳ステークス、このレースが小倉の11レース目なんですよ。それまで10レースしてるから、ババが足場というか、もういろんな馬が走りまくってるから、最後の直線とかもうすっごい荒れてたんですよ。でもやっぱ競馬ってこうぐるーってトラックを回るから、インコースが距離詰めれるというか、インコースに行っちゃい気味じゃないですか。でもこう外から来た組がもう荒れすぎてて、中が、内が、外から来た組が刺していったんですね。それでロンドンプランまさかの1位、え、最後尾やったやんみたいな、どっから出てきたロンドンプランってなって、いや、あれはまあすごかった、ほんまにすごかった。んでもうそっからバンバンってバレリーナ行って、3番誰やねんみたいな、んならやシルフィードレーブ、嘘やろもうびっくりすぎるんやけど、えみたいな、もうパニック、何分か思考が止まったもんね。は、その後に私もうほんまにツイッターの方につぶやいたもんね。もうマジで、は、72万ほんまに悔しすぎた。抱きしめて、もうとりあえずもうマジで悔しいんですけど、まあでも自分的にはここまで予想できた自分に拍手。でもあとは買い方やね、もう買い方のミス、ほんまにもうこれだけ。あー、もう泣きそう、マジで取れてたやん、72万口座に入ってきてたやん。でも次 G1 もこれから始まっていくし、この2歳馬、この子たちがまた育ってくるやろし、どんなレースこれから予想していきたいなと思います。今までも競馬の予想ライブやったり、勝手に予想してツイッターに上げたりとかしてたんですね。で、その中でも何回か当てたり、まあ、外したこともあったんですけど、惜しかったり、だから予想はすっごい当たると思うんですよ。買い方だけをこれからいろいろ考えつつ、また懲りずに予想していきたいと思います。大金狙いたい、夢見る、まあ、これからちょこちょこ競馬の動画とかも上げていこうと思いますので、ぜひぜひ私の予想に乗っかってみたり、それちゃうんじゃんみたいな馬がおったら、また皆さんで変えてもらったり、みんなで大金つかもう、競馬の資金貯めるために節約します、貧乏しときます。あー